こんにちは、パンダの松田です、久しぶりにピックアップコーナーの再開をしたいと思い、動画撮影を行っております。まあ、梅雨時期ともなって若干こう来店も落ち着いているので、あの動画も撮りやすいなというところで、先日清水くんも YouTube 再開しておりますが、私も一人コツコツちょっと動画をやっていこうかなと思って、やっております。なんだか今年は、梅雨が若干短いんじゃないかというような方も出ていて、おそらく7月上旬、中旬には梅雨明けするということで、猛暑がかなり予想されるというところでは、ここでピックアップするのはやっぱりこれかなっていうところで、こちらでございます。ショートパンツ。ブランドはインコテックスラックスの、いわゆるリーフ柄の、ショートパンツ。迷彩風のリーフ柄のショートパンツです。かなりガシッとした生地感で、タフにカジュアルにガシガシ履いていただけるような生地ですね。で、しっかりこうストレッチも効いておりますので、まあデイリー使い、普段使いも非常にしやすいアイテムじゃないかなと思います。ただまあ大人の方って結構ショートパンツどう履くのかなとか、ちょっと恥ずかしいなっていう方もまだまだ多いかなと思うので、今日はまあ3パターンほど、こんな感じで履いたらどうかなっていうところで、スタイリングをご紹介したいなと思っております。まず一つ目のスタイリングです。ちょっと、リゾート。大人のリゾートをイメージした、パイル生地の、フェデリの長袖スキッパーですね。オレンジのスキッパーに足元は、パラブーツのパシフィックのホワイトを合わせたスタイリングになります。はい。で、まあ、ショートパンツに関して言うと僕常々言ってるんですけど、ちょっと派手な柄か、派手な色か、柄物が、すごく使いやすいんじゃないかっていうのを常々提唱しております。っていうのも、ショートパンツって結構こう、面積がちっちゃいので、あんまり普通の柄とか色だと、落ち着いた色だと、ちょっと地味になりがちだし、まあ結構大人の方は無地のトップス、なんかが多いので、無地物無地物で合わせちゃうと、ちょっとベタっとしがちで、子供っぽくなっちゃう。っていうところでは、割とこういう柄物とかの方が、アクセントが効いて、ちっちゃな面積でもインパクトが出るので、非常にこう、スタイリングが決まりやすいんじゃないかなと思っております。はい。で、今ちょうどこう、ロールアップしてるんですけど、これに関しては結構好き好きだとは思うんですけど、ちょっと膝出したくないなって方は、膝を隠すぐらいの、これぐらいの丈で履いていただいてもいいんですけども、個人的にはちょっとこう、ロールアップして、もう膝思いっきり見えちゃうぐらいの方が、なんだかバランスが良くて履けるんじゃないかなと思ってるので、履き方としてはおすすめでございます。で、まあ、基本的にはパンナチームはショートパンツ履くんなら、上は長袖を袖まくろうっていうのが鉄則ではございますので、ちょっと大人っぽくとか、子供っぽくならないように、ショートパンツ履きたいなって方は、基本長袖を選んでもらうといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はカジュアル編ですね。着替えてまいります。はい、着替えてまいりました。カジュアル仕様編でございます。やっぱショートパンツって夏しか使わないじゃないですか。で、結局やっぱり綺麗めだけにしか使えないものだと、ちょっとやっぱりこう、使用頻度の分で若干こうもったいないなっていうのがあって、まあ人気んですけども、やっぱりカジュアルにガシガシ、子供とお出かけするときも履けるようなものだと、非常にこう、費用対効果も高くて、いいなと思っちゃうのは僕だけではないはずです。トップスは、かなりハードめのコットンの、サウンドマンという、国内ブランドに、まあ、弊社ウェブルックの方で、別注だったかな、これはしてる、サイドポケット付きの、若干オーバーサイズ気味の T シャツでございます。グレージュカラーですね。ちょっとグレッシュな白が、このオリーブとの相性もいいかなと思います。で、足元はイタリアのデイトのスニーカー。まあもうこれだったらあれですね、子供とイオンモールに行くのも浮かないでしょうね。で、ちらっとダニボブのミニバッグ。この辺でワンポイント差し入れ入れてあげても夏はいいんじゃないかなと思います。はい。こんな感じでリゾートからカジュアルも対応できるインコテックスラックスのリーフ柄ショーツ。最後はちょっと綺麗め編に持っていこうと思います。よろしくお願いします。はい。3パターン目、綺麗めスタイリングでございます。ちょっと悩みました。はい。結構あれですね。難しいですよね。やっぱ僕らもね、そんなサクサクとスタイリング組んでるわけでもなくて、ああでもない、こうでもないってやっぱ行き着いてるもんじゃないかなと思うし、それがやっぱ楽しいんじゃないかなと思います。はい、余計なこと言いましたけども、こんな感じです。今、マガジーノリカンビのダークブラウンですね。非常にこうサラッとしたハイゲージの、スーパーハイゲージのニット T シャツに、ちょっとニットオンニットしてみました。もう少しざっくりとした粗いゲージのレンコントラントのシルク 100% のカーディガン。で、足元はやっぱクレーメといえば、ローファーじゃないかなということで、フラテリ・ジャコメッティの、カフェノワーですね。ブラックに近いような、
ダークブラウンのローファーですね。だから、まあ、オリーブのショートパンツ以外をブラウン、ブラック、ブラウン、ブラックのちょっとツートーンで締めた感じですね。まあ、このローファーのいいとこは、黒の役割もするし、ブラウンの役割もするしっていうような、なんかね、すごく拾ってくる感じが、このローファーの良いとこではないでしょうか。ローファーの宣伝みたいになってましたけども、インコテックスラックスの、リーフ柄ショートパンツ。サイズがですね、私169センチ58キロで29インチを履いております。で、在庫がもう、サイズ飛び飛びですね。29、31、33の3サイズ各1点ずつです。で、お値段が、4万飛んで700円、3万7000円の消費税となっております。はい、限定3点のショートパンツのために、動画を作ってみました。はい。また、梅雨時期まだまだもう少し続くと思うので、お時間あれば動画を撮っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。